フェルディナンド一世は、オーストリアの皇帝。ハンガリーの国王としては、フェルディナーンドモセイ。全領帝と呼ばれる。1793年4月19日、最後の神聖ローマ皇帝フランツ二世とその皇后で、両シチリア国王フェルディナンド一世の長女である、マリア・テレジアの長男として誕生した。姉に、フランス皇帝ナポレオン一世の皇后マリア・ルイーザが、いる。 1804年にオーストリア帝国が成立すると、ハプスブルク家氏並びにオーストリア史上初の皇太子となった。定位は先帝皇によって選出される非世襲のものとする選挙君主制の建前から、新生ローマ帝国には、ミコや皇太子という身くらいは存在せず、したがってフェルディナント以前のハプスブルク一族は皇帝の息子であってもローマ王やオーストリア大公でしかなかった。 通常、祖祖父母の数は8人となるが、フェルディナントは4人の祖祖父母しか持たない。おそらくはこの近親婚が原因となったのであろう。生来フェルディナントは、保留の質であった。普通の体でないことは、外見からもはっきりと見て取れたと言われている。フェルディナントを最も悩ませたのは、転換の発作であり、そのせいで彼はしばしば意識を失った。脳への負担が大きいとされて、 実も許可されなかった。ウィーンの人々からは、トラートルというあだ名をつけられた。健康問題から、フェルディナントは結婚も、不可能だと考えられた。皇太子殿下は不能症というわけではございませんが、殿下のお体は婚姻生活により、お命を危うくされるやもしれぬ状態でございます。皇帝のジーヨーゼフ・アンドレアス・フォン・シティフト博士が、提出した診断書。 ハンガリー王フェルディナー五世として、聖衣シュトバーンの王冠を頭上にいただいて、即位の儀式に臨むフェルディナント皇太子あまりの病弱さから、定継賞の実現が危ぶ生まれたが、相続順位法を遵守しようとした保守的なフランツ一世、時代に病弱な皇帝をいただくことで引き続き、実権を握ろうとした最小クレメンス・フォン・メッテルニヒの思惑が一致し、 時期皇帝となることが確実となった。1830年9月28日、プレスブルクでハンガリー国王並びにクロアチア国王として戴冠した。父ミカドの存命中に王としての戴冠式が行われたことにより、神聖ローマ帝国においてローマ王が事実上の皇太子とされていたように、ハンガリー王位がオーストリア皇太子の兼ねる称号として再定義されたが、 結果的には、フェルディナント一代限りのものとなり、英国のプリンス・オブ・ウェールズのように慣習として、定着することはなかった。1831年、サルデーニャ国王ビットーリオ・エマヌエーレ一世の参女、マリア・アンナを日に迎えたが、この結婚は元より四次の誕生を期待してのものではなく、時期皇帝としての体裁を整えるためのものであった。1832年は、フェルディナントにとって、 生涯最悪の年だったと言える。8月9日、バーデンバイウィーンで肩を狙撃され、ショックで一時的に心停止に陥った。狙撃犯は死刑判決を受けたが、フェルディナントは父ミカドに掛け合い、終身刑に減刑させた。またクリスマスの頃には、極めて深刻な発作を起こして、生命の危機に陥った。12月19日に、のを授けられたほどだったが、 どうにか持ちこたえた。ボヘミア国王フェルディナンド5世としての、大韓ロンバルドベネト国王フェルディナンド1世としての、大韓1835年3月2日、七味角の宝御によって、オーストリア定位に就いた。1836年9月7日に、プラハにおいて、ボヘミア国王として、1838年9月6日には、ミラノにおいて、 ロンバルド・ベネット国王としての戴冠式を挙行した。メッテルニヒは、病弱なフェルギナント一世を補佐する機関として、新帝のオジル・トビヒ大公、フランツ・アントン・フォン・コロブラート・リープ・シュタイン・スキー・伯爵新帝の弟、フランツ・カール大公と自身の4人からなる、秘密国家会議を設置した。会議を牛耳る最初メッテルニヒが、次々と差し出す書類に署名することが、 フェルディナント一世の統治のすべてだった。馬車でウィーンを回り、民衆に看護の声で迎えられるフェルディナント一世1848年革命家の帝都から逃れる宮廷1848年23月革命が勃発するとメッテルニヒを罷免し馬車に乗って検閲の廃止や出版の自由を約束して回り、ウィーンの民衆から看護の声で迎えられたが、 他国で進展する革命への影響もあって、ウィーンの革命運動も次第に先鋭化していき、最終的には、位を容疑なくされた。オーストリア定位継承順位に従えば、すぐ下の弟、フランツ・カール大公が、子女のないフェルディナントの後継者になるはずだったが、すでに国家会議のメンバーとして、旧体制の赤が染みついていたこともあって彼は、定位継承を辞退し、代わってその長男、 フランツ大公がフランツヨーゼフ一世として定位についた。もしこの君主一族がこれまでに築き上げてきた揺るぎない高い地位がなかったとしたならば、フェルディナント帝の13年に及ぶ知性は考えられたであろうか。1年でさえも継続できなかったであろう。当時のハップスブルク一族の代表的保守派、アルブレヒト大公隊以後のフェルディナント一世。 カプツィーナー納骨堂のフェルディナント一世の霊宮退位後はプラハ城を居城とした。立場から解放されたためか保留の質にもかかわらず長命を保った。退位後も27年間生き続けて1875年に82歳の高齢で奉行した。意外はウィンに運ばれてカプツィーナー納骨堂に葬られた。ウィキメディアコモンズには フェルディナント一世に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。